さあ、久しぶりにペンシルに会いに来ますか。ちょっといろいろね、大変だったからね、今までね。なかなか会いに。あ、あれ？なんか、ちょ、なんか、黒ずんでない？おい、ペンシル。おい、どうした？ すすけてないか、なんか。絶対黒くなったよね。いや、石炭掘りの仕事してたのか、お前。何これ？絶対黒ずんだよな。もしかしてこれってさ、ちょっとほっといたら汚れる？あ、シャンプーあるわ、シャンプー。あ、お風呂に 風呂に入れないといけないのか、これ。なるほど。そういう要素なんだ。ペンシル もうじゃあ洗ってやるわ、お前。あー、すげえすげえすげえ、綺麗になっていく。あ、こういうのあるんだ。あ、これじゃあ定期的にさ、ちょっと見てさ、お風呂だけは入れてやらんとな。だらしねえ顔。その顔やめろ、なんか、アヘ顔。顔も？顔も洗うべき、これ、こうやって。あ、ちょっと待って、ペンシル、待って待って。ちょ、ペンシル待って。あー、スポンジの動きが。ちょっと待って、俺のやりたい感じにさせて。ちょっと待って、ペンシル。ちょっと一回やりたいことあるんだ。いや、違う、ちょっと、オッケー、オッケー、オッケー。お、やった！五条悟。クソ、しょうもね。いや、これ顔は洗わない方がいいよな。多分ね、今更だけど。いや、てか、こんなさ、こんなガチのさ、業務用みたいなスポンジで洗っていいの？ もっと、なんか犬用スポンジみたいなのないの？これガチでさ、風呂の床とか磨くやつじゃん。こんなんで洗っていいの？うわぁ、めちゃくちゃモコモコになっていく。泡立ちがすげえわ、ペンシルの毛皮。もっこもこ。こんな泡立つもんなの？犬って。すげえ。もう羊みたいになってんじゃん。ほんで、アヘ顔やめろ、お前。一応、頭も洗っとくか、こうやって。あ、でも頭は全然泡立たんな。ハゲかよ、お前。で、あ、シャワー。シャワーで、ほい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 。いや、待って待って。おー、綺麗になった？ん？綺麗になった？これ。あれ、なったか、これ。なんか横の方ちょっと薄汚れてない？あれ、こんなもんだったっけ？あれ？なんかこう腹回り汚れてないか、お前。もう一回洗ってやるわ。二度洗いしてやるわ。こんな汚れてたっけ、腹回り。ちょっとしっかり洗っていこう。ゴシゴシ洗っていこう。てか、今更だけどめちゃくちゃ広い風呂だな、これ。マジ広くね、この風呂。風呂だけでリビングぐらいの広さある気がするんだけど。どんだけ大豪邸に住んでんだよ、この世界線の、俺は。マジ、ヒカキンクラスの大豪邸じゃん、こんな。まあでも YouTube の人ってなんか、結構ペット飼ったりするもんな、突然。ある程度成功した人っていうのは、やっぱ自然とペットを、うわ、二足歩行。お前そんなんできたのか。自然とペットを飼いたくなるもんなのかね、心理的に。まあなんだろう、自分以外にお金を使いたくなるみたいな。何の話だよ。はい、できたよ、ペンシル。あー、てかこれ汚れじゃないっぽいな。なんかこういう色合いか。もともとの。あ、じゃあ出ようぜ、ペンシル。おー、来た来た来た。ペンシルはすっきりして気持ちよさそうです。お前、室内犬でなんであんな汚れることある？ いや、わかんないけどさ。やっぱ室内犬でもやっぱあれぐらい汚れんのかな、真っ黒に。ペンシル？デビルズレフト。お前、覚えてるな、偉いな。エンジェルライト。いいぞ。ちゃんと、技の鍛錬は怠っていなかったようだな、俺がいない間も。偉いぞ。違う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 。これってさ、お手って手に向けて、俺の手に向けてみたいな、できないのか？できないのか？じゃ、ケツ撫でてやるわ。はい。その顔やめろ。ケツを撫でて 恍惚の表情やめろ、お前。ほんとケツ撫でられるの好きだな、お前。もう、だってもうこの家に来て真っ先に撫でて欲しがってたのケツだったもんな、お前。ケツが好きなんですよ、この子。ケツ撫でられんのがね。お前、人間だったらやばいからな、マジで。犬でよかったな、お前。何フェチだよ。ケツ撫でられんのが好きって何フェチなんだ。その生めかしい腰使いやめろ、そんで。はい、ペンシル。今日何して遊ぶ？おやつ出た、ちょっと。あ、食った。あ、てかそうだ、お前お腹空いてんじゃないの？久しぶりに会ったし。どれだっけ、餌。あ、これか、ドライだ。おい、食えよ、ペンシル。
いやこれさ、俺がやっぱ起動してない間も時間進んでんだな、動物の森みたいに。なんか餌と水となんだお風呂ぐらいはやっぱ動画撮らない時でもやってあげないとな、これ。おー完食やっぱ腹減ってたんじゃないか、お前前残してたもんな。じゃああと水もあげとくか。おいペンシル、水だぞ。犬ってさ、水以外飲まないのかな。いや、なんか CM 見ててもさ、なんかドッグフードはさ、いろんな種類あるじゃん。でもさ、飲み物の CM ってやんないよな、犬の。やっぱ水以外は体に悪いんだろうな、犬にとって。おー肝炎。いや、これでもう大満足コースじゃないペンシル。じゃあどうしよう、新しい芸覚えさせようかな。ねえ、デビルズレフト、エンジェルライトに続く新しい技を。この辺覚え、あ、伏せ。え、それ何？おー何これ、ちょ回転してる。あ、こんなんも覚えられるんだ。どうしよう、とりあえずこれから行くか、伏せから行くか、左から順番にやっていくか。これの教え方、今回はおやつを使って伏せにチャレンジしましょう。おやつを使うんだ。おやつはグッズショップで買えます。反則してくるね、おやつの。それでは始めましょう。最初のポジションはお座りです。あ、お座りね。これ全ての始まり、基本となるポーズなんだな。足元におやつを持っていきます。ふんふん。そしてこんな風におやつをちらつかせると、こんな風、あーなるほど、行ったり来たりさせると、あ、伏せるんだ。伏せの、マジでこんなんで伏せんの、犬って。レッツチャレンジ。はい、じゃあやってみるか。戻ってペンシル、違う、ペンシル、おいペンシル、ちょっとペンシル、あーやっと反応した。ちょ、無視しないで、ちょっと傷つくから。なんだっけ、最初におやつを、おやつこれを、いやちょ待って、食うなお前。待て、あ違う、お座りだ、お座り。あ、そう、お座りして、おやつを、こう？え、これで合ってる？あ、てか、ペンシル、お前立ってるじゃないか。ちょ、お座り。ペンシル、お座り。お座りして。そう。で、こう？え、これで、いや、立つんだけど、ペンシル。ちょ、お座り。ペンシル、お座りして。そう。で、いや、食ったよ。ちょっと待って。これ、むずくね？本当にできんの？こんな。あれ、おやつビスケットじゃないとダメとかあんのかな、もしかして。あの、お手本動画がさ、ビスケットだったもんな。じゃあ買ってくるか、ビスケット。グッズか。ビスケット。あ、こんにちは。子犬と子猫の日用品。ビスケット。おやつは芸を教えたり、散歩に持っていくことができます。これね。やっぱこれじゃないと芸を教え込めないみたいなのあんのかな。よーし、やるぞ、ペンシル。おやつを出して、これを、いや、ちょ、待って、食うな、お前。ちょっと待って、あ、違うわ。お座り。お座りだ。そう、まずお座りさせて、そう、で、ビスケットを。いや、食うな、お前、だから。いや、気持ちはわかるけど、ちょっと我慢してくれ、ペンシル。あ、こうね。なんか、毛糸つきそうで嫌だな、これ。え、これでいけんの？あ、ジョルノ伏せろー、ジョルノ伏せろー。あ、やった、いけるいける、あ、なるほど、いけるわ。あ、ジョルノ伏せろー。あ、あれ反応しなかった、なんで今のダメだった。ちょっと待って、もう一回ペンシル、もう一回ジョルノ伏せろーで伏せるようにしたいな。いや、知らない人が聞いたら、あ、この犬ジョルノって言うんだってなると思うけど。まあでも、とっさにね、スタンド攻撃を受けた時に伏せるのは大事だから。え、てか、なんか反応しなくなったんだけど。あ、食ったわ。ジョルノ？あ、ジョルノじゃん。ペンシル？もう一回やってみるか。ちょっともう一回立って。あ、そう。あ、ジョルノ伏せろ！ジョルノ伏せろ！おう。よし。あ、覚えた！やったージョルノ伏せろを覚えたぞ。よくやったな、ペンシル。これでお前もパッショーネの一員だ。
こいつにスパゲッティを食わしてやりたいんですが、構いませんね。ようこそ、ペンシル。ジョルノ伏せろーっていいですか？いいですよ、もちろん。はい。やったー、ジョルノ伏せろー、覚えたぞ。まあ確かに、ジョジョの格ゲーでありそうな技名だけどな。ペンシル、これ食っていいぞ、ご褒美に。ペンシル？あれ食わない？あ、もういらない？もうお腹いっぱいか？ペンシル。まあさっきめちゃくちゃ食ってたもんな、お前。まあいいや、じゃあ。じゃあまた後でな。ちょっと。ジョルノ伏せろー！ワンじゃねえわ。やんのこれ。お、やってるーよーしよ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 ーしよしよしよし、いい子だぞペンシル。3個か、甘いの3個欲しいのか。チョコラータね。ジョジョネタならいくらでも出てきますよ俺は。あ、そうだ、俺さ、そう、この散歩っていうのずっと気になってたんだけど、ちょ、散歩行かね、ペンシル。散歩、初めての散歩。ペンシルと散歩に行きますか。うん、行こう行こう。ずーっと室内だもんな、ペンシル。散歩に行かせてやんないとな、たまには。おっ、すげえ！草むらを見つけたら、おしっこをさせてあげましょう。うんちはタッチで拾えます。あ、排泄すんだ、やっぱり。いや、しねえなーと思ってたけど。外でしょ。おお、すげえ、あ、待って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 。あ、なるほどね、これリード下にあったら止まるんだ。あー、リアルだな、これ。リアルなんじゃない？俺、散歩させたことないけど。行こう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 。え、すげえ、なんかめちゃくちゃ作り込んであるじゃん。あ、鳥いるよ、ペンシル。ペンシル、鳥が。お前、じゃあ、狩猟本能丸出しだな。あ、じゃあ人いるし、こんにちはー。こんにちはー。怖いな。挨拶返してくれないと切れる人。あ、あ、これ草むら？え、おしっこすんの？ペンシル。おしっこ？あ、してる。ちょ、ププ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 プって言ってんだけど。プイプイモルカーみたいな音出してやんなよ。てか、こんな草むらだけ勝手にやっちゃっていいのかな？怒られないこれ。大丈夫かな？まあ、土の上でやる分にはいいのかな？吸収されるし、地面に。てか、ここ思いっきり車道じゃね？ねえ。ちょ、歩道を歩いた方がいいんじゃないの？完全に車道だと思うんだけど、ここ。車来たら危ねえだろ、これ。しかしすげえかん、え、なんか落ちてる。え、え、なんかプレゼントみたいなの落ちてる。あれ何？ちょ、ペンシル、なんかある、あそこ。え、ちょ、そっちじゃない、ペンシル、こっち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 。あ、これで動かせるんだ、ある程度。ちょ、ペンシル、なんかあるぞ。それ何？あ、拾った。え、めっちゃプレゼントじゃん。いや、え、これちょ、置き引きじゃね。ちょっと大丈夫、これもらっちゃって。バラの花ピンク。いや、なんか見つけちゃったけど。いや、絶対人のだろこれ。え、いいのもらっちゃって。ちょっとした軽犯罪じゃないこれ。大丈夫かな。いや、でもめちゃくちゃ閑静な住宅街だな。こんなとこ住んでんだ、俺。めちゃくちゃいい暮らししてんじゃん。あ、草むら。え、またすんのお前。いや、さっきしたじゃん。え、なんかでも嗅いでるな、すげえ。いや、すんのかい。じゃあ、さっき出し切ってなかったのかよ。いや、一回で全部出せよ、お前。なんで小分けにして出すんだよ。あ、なんか家があるぞ、正面に。あれ何？え？ちょ、お前まさか？お前、すげえしっこすんじゃん。どうしたん？なんか利尿作用入ってた？なんか餌とかに。ちょ、一回の散歩で3回しっこしたんだけど。そんなするもん、犬って。なんで小分けに。あ、あ、お前じゃあ出すなお前、いろんなもんを。ちょっと、いや、踏むな踏むな踏むな。じゃあ汚い汚い。ああ、なるほど、こんな紙袋に。スターバックスの紙袋みたいなおしゃれなやつに入れて。あ、でもあれかな、なんかマーキングみたいな、そういう意味もあんのかな。何回も小分けにしてしっこすんの。お前まさかここでもする気か。え、ここでもすんの？え、マジで？おい、すごいな、お前。なんかギネス乗れるんじゃないか、これ。こんなしっこする？いや、草むらと見たらもう、いても立ってもいられないんだな。なんか家が、え、ここ曲がんの？ん？なに？あ、終わり？あ、ここオレンジ？帰ってきたってこと？あ、そういうことね。
あー、いやでも楽しいな散歩。散歩から帰ってきました。いや、これは定期的に行かせてあげないとな。だって外以外でこいつ排泄しないんだもん、ベンシル。なあ、めっちゃ溜まってたんだよな、おしっことかな。ごめんな、散歩連れて行かずに。お前が家で排泄できないのを知らずにさ。ね、ちょっとショッピング、このアクセサリーとか気になるな。アクセサリー屋さん行ってみようかな。なんかペンシルに似合う、あ、おしゃれなお店、アクセサリーショップコレッタようこそ。あ、はじめまして。すげえケバいなこの人。あー、可愛いのいろいろ売ってるじゃん。あ、メガネある。え、これお試し。あ、いや、お前めちゃめちゃ似合うじゃんそれ。え、めっちゃいい。サングラス赤。いや似合うな。いや似合うけど。いやでもこのメガネがいいな、やっぱ。これ買う、これ買います。1000円だし。お買い上げありがとうございます。他にも結構帽子とかあんだな。はい、また来ます。じゃあペンシル、これかけてよ、メガネ。グッズで、これかな。あ、かけた。いや、めちゃくちゃ似合うこのメガネ、ペンシル。お前モテるってそれ絶対。あ、バラの花もこれアクセサリーなんだ。いや、もうコンセプトはわからんわ。じゃあそれ外しとけ、お前。この風船って何？あ、これも遊べるんだ、風船で。おお。じゃ、ペンシル？ペンシル、風船だぞ。おい。ペンシル？いや、寝たよ、おい。ちょ、たまに俺を無視すんのやめろ。あ、来た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 。おい、ペンシル、風船、これ。おお、遊んでる遊んでる。え、てか、そのメガネ、お前、どうやってかけてんの？なんか目の横に突き刺さってるように見えるんだけど。耳にはかけてないよな、これ、確実に。なんか目の横にぶっ刺してんだよな。大丈夫か、それ。あ、遊んでる、遊んでる。あ、すげえ、すげえ、ジャンプ力すげえ。あ、犬ってこれくらい飛べるんだ。あ、割れた。割れちゃったな、ペンシル。なにその態度。もうちょっとびっくりしろ、お前、割れたことに。平然としやがって。え、お前そのメガネマジで似合うな。え、なんかかっこいい、イケメンなんだけど、それかけてると。窪塚洋介みたいじゃない。飽きた。あ、でもこうしてみると違うな。目がつぶらすぎる。あ、でも、でもこのメガネめっちゃ買ってよかった。すげえ似合うわ、ペンシルに。犬ってメガネ似合うんだな。ちょ、ジョルノ伏せろ！よしよしよし。いい子だぞ。甘いの3個欲しいのか？野心褒め。ケツ撫でてやるよ。いや、メガネ。いや、これ完全に突き刺さってるな。目の横に。これどうやってつけたの？マジで。だらしねえ顔。ご飯ですよ、みたいになってる。ちょ、腹！腹撫でろって。しょうがねえな。てか、ペンシルってさ、オスだったよね。お前、チンチンついてないんだな、オスなのに。やっぱ、チンチンをつけるとなんか、対象年齢上がんのかな。なあ、ペンシル。はい、じゃあ今日は、こんな感じしとくか。な。よく遊んだ、今日も。いや、次はね、なんか大会っていうのが気になるんだよね。大会出れんのかな、ペンシル。いや、マジ、デビルズレフトを使うときは来たんじゃないか。なあ。しっかり鍛えとけよ、ペンシル。デビルズレフトを。はい、じゃあお疲れ。またな、ペンシル。